こんばんは。こんばんは。さあ、今夜も滋賀をどのように元気にしていくかをキーワードにゼミナールを開きます。さあ、滋賀の元気を作り出すためにまず滋賀を知ることから。今回はこのデータを用意しました。47都道府県の魅力度ランキング、全国3万人以上が魅力や知名度などを評価するんですが、1位北海道、2位京都府、3位東京都はいずれも前の年から順位は変わってないんですね。やはり北海道や京都は人気があるんですね。そうですね。では一方の滋賀県はどうなんだろうということなんですが、はい、こちらになります。33位、うん、まあ、これだけ見ますと非常に高いというわけではないんですけれども、実はこの3年間ですね、36位、39位、そして41位とだんだん順位を下げていまして、はい、で今回8位一気に上がったんですね。まあ、魅力を発信していくという滋賀県の事業が徐々に実を結びつつあると考えることもできるんですが、これからもこの魅力発信というのは非常に重要になってきます。今回はその方法から創生のヒントを導きます。それでは今夜も滋賀県内のキーパーソンをゼミナールの講師としてお迎えし、滋賀創生に向けての夢やビジョンを熱く語っていただきましょう。今夜のゼミ講師は滋賀県中小企業団体中央会北村義秀会長です。江南大学経営学部を卒業後、草津電機株式会社に入社、グループ会社の代表取締役社長に就かれた後、平成22年草津電機株式会社代表取締役社長に就任。平成26年より滋賀県産業振興協同組合理事長、また平成28年5月より滋賀県中小企業団体中央会会長も務められております。それでは地方創生とは何なのかを教えていただきましょう。会長お願いします。よろしくお願いします。まずは滋賀県中小企業団体中央会についてのお伺いです。どのような組織なんでしょうか。はい、私ども中小企業団体中央会は中小企業と協同組合法に基づいて設立された特別認可法人でございます。はい、各都道府県に一つの中央会と全国中央会にて構成をされております。中小企業の組織化を推進し、その強固な連携による共同事業を推進することによって中小企業の発展を図っております。滋賀県中小企業団体中央会の会員数はおよそ350団体、構成員事業者数は1万2000社になります。350団体、そして1万2000社、これだけ多くの企業団体が加盟していますが、どのような支援をされているんですか。はい、会員組合などへの巡回指導を行いながら、業界や地域を活動基盤とする組合組織の抱える課題の把握と解決に向けた支援、はい、またものづくり補助金などを通じた組合員企業の経営力向上を目指した支援、そして県内大学との連携による中小企業小規模事業者の技術向上人材確保の支援体制の強化など産学連携の支援を行うと、これら3つの施策を主に実施しております。はい、今日は会長にぜひ経済についてのお伺いをしていきたいんですけれども、経済団体の代表としてですね、現在の経済動向をどのようにご覧になっていますでしょうか。はい、景気は緩やかながらも回復基調にあるとこう言われております。これを受けまして、政府では企業に対しまして、賃上げや設備投資につながる、景気の好循環を期待しておられます。しかしながらイギリスの EU 離脱、はい、アメリカのトランプ旋風、また中国経済や新興国経済の減速が株価や為替に影響するなど、はい、景気回復に向けた懸念材料を抱えた状況にあると、このように思います。そうした流れの中で次に視点を県内に向けてみますと、県内の状況どんな課題がありますでしょうか。そうですね、とりわけ地域の中小企業小規模事業者にとりましては、電気料金や燃料費などの製造販売コストの上昇、また個人消費の伸び悩みや人口減少による人材の不足など多くの経営課題を抱えており、
厳しい経営環境の中での企業経営が続いております。その厳しい環境を改善していくというのは本当に難しいことだと思うんですけれども、どのような解決策が考えられますか？そうですね、優れた技術やサービスなどを持っております、地域の中小企業、小規模事業者の皆様方が持ち前のバイタリティを発揮して、国や県の支援策を積極的に活用して、また市場のニーズに沿った新商品開発や技術力向上に努めております。そのパワーをより高めるということが肝要だと、このように思います。まずは一事業者がそれぞれに頑張っていくというところなんですね。そうですね、確かにそれぞれの事業者が頑張っておられますが、こうした取り組みも経営資源が脆弱な中小企業、小規模事業者である企業単独では限界があると思われます。はい、それこそ業界また地域の事業者の連携による事業組合組織の共同事業としての取り組みとともに、産学連携などの有機的な連携、また連帯を付加することで個々の事業展開に無限の可能性が広げることができると、このように思います。今連携そして連帯という言葉をいただきましたけれども、このまとまって行動するための組織化、もうここがやはり中小企業にとっては極めて有効な対応になってくるんですよね。はい、私ども中小企業団体中央会では、今後も継続的かつ深掘りの支援を行っていきたいと、はい、このように考えております。もちろんただの支援というだけではなくて、中央会自身でも新たな動きが必要だということで、はい、今年度より近江の地場産業および地場産品ブランド発信事業に取り組んでおります。近江の地場産業および地場産品ブランド発信事業、この事業はどのような発想から生まれたものなんでしょうか？はい、地方の創生や活性化を目指して、地域の持つ伝統的製品、また地場産業地場産品のブランド化と魅力の発信を目指した意欲的な取り組みがさらに必要だと、はい、このように考えたからでございます。会長、地場産業そして地場産品という観点では、滋賀県議会でもこれらの振興に関する条例というのが制定されましたね。はい、それを受けて滋賀県では今年10月、江戸時代に多くの近江商人が店を連ね、ゆかりのある東京日本橋に情報発信拠点を整備されます。東京の情報発信拠点ということで、非常に期待するところは大きいと思うんですけれども、滋賀県中小企業団体中央会としてはどのような動きを考えていらっしゃいますか？はい、これらの取り組みに、私ども中小企業団体中央会も、足並みを揃えまして、はい、滋賀の地場産業や地場産品の魅力の発信を強化していこうという方針で、取り組みを行いました。滋賀県内で、丹精を込めて作られた地域の特産品を滋賀の名品として、はい、まずは県内全域に広め、さらには全国で愛用していただき、滋賀県のブランド力の向上に目指して取り組んでいきたい、このように思います。公共の発信拠点ももちろんですけれども、まずは県内からという言葉もいただきました。はい、まあ、滋賀県の魅力というところは本当にポテンシャルはあるんだよとおっしゃる方たくさんいらっしゃいますよね。はい、名品も多いです。これからどのように発信できるか、そしてどのようにブランド化していくか、ここがポイントになってくるんだろうと。大事なところですね。はい、では、北村会長が考えます創生のヒント、はい、今日教えていただけますでしょうか？わかりました。私の考えておりますのは、この絆で、ございます。まあ、絆、いろんな絆がございますが、私どもといたしましては事業組合、また各企業さんとのつながり、絆をしっかりと深めていかなければならない、こう考えております。もちろんのこと、地域社会や住民の皆さんとの絆をより深めることが当然、大事なことでもございます。私どもも推進しておりますが、同じ買うなら滋賀のええもんをといった運動を推進していきたい、そう思いますし、またそうすることによって、滋賀県産業の振興発展に寄与することができると、
こういうことのためにも絆をしっかりと高めていきたい、このように思う次第でございます。先ほどからも教えていただきましたが、一事業者だけではなくて本当に滋賀県全体で滋賀県を盛り上げていくんだと、そういうところが大切になってくるんですね。はい、そう思います、はい。これからの経済界からの滋賀創生も楽しみにしています。北村会長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。弥生3月春めいた日も増えましたね。3月は出会いと別れのシーズン。あなたにとってどんな季節でしょうか？それでは続いてのコーナーへご案内しましょう。創生ゼミ2です。今夜のゼミナール講師、滋賀県中小企業団体中央会の北村会長から、滋賀のブランド作り、そして発信というお話がありました。その中では東京のアンテナショップだけではなくて、新しい取り組みも行っていくというお話でしたね。そうでしたね。それでは近江の地場産業および地場産品ブランド発信事業について、こちらの方に紹介していただきましょう。滋賀県中小企業団体中央会副会長、地域産業ブランド発信推進委員会安田正夫委員長です。手原運輸株式会社代表取締役、昨年今回の新たなプロジェクト地域産業ブランド発信推進委員会の委員長に就かれました。それでは安田委員長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは地域産業ブランド発信事業についてなんですが、これはどのようなことがきっかけで発足したんでしょうか？はい、県内各地域には丹精込めて生産されている商品がたくさんございます。先ほど北村会長がおっしゃっておりました、10月には東京にアンテナショップがオープンいたします。首都圏の皆様に知っていただく場所ができると、そのことは大変大事なことだと思います。しかしながら滋賀県内として考えた場合、多くの県民の皆様に丹精込めて生産された魅力のある商品があまり伝わらず、また購入する機会も少なく思っております。まずは知っていただくためにこの事業をスタートいたしました。買う前に知ってもらう、ここが第一歩なんですね。そうですね。そして今後どのような計画、そしてどのような仕掛けで進まれる予定なんでしょうか？はい、まず現段階では、モデル事業としてのスタートです。はい、県内各地で、丹精込めて生産された商品を紹介するショッピングサイトを展開するとともにですね、配送についても県内運送事業者に協力いただく形となっております。2月21日コラボ滋賀21でショッピングサイト滋賀の名品オープン記念式が行われました。名産品が描かれた専用のラッピングカーはその後県庁で知事らに迎えられました。いいものたくさんあるけれども、まだまだ知られていない、これを行政も PR するけれども、こうやって民間の団体の皆さんが力を合わせて PR していこうよというこの動き流れ、これも本当にいい取り組みだなと思って、これからにつなげていきたいですね。滋賀ブランドの県内へのさらなる浸透に期待が寄せられています。今モデル事業とおっしゃっていただいたんですけれども、この事業これからどのように発展させていきたいか、その思いを教えていただけますか？はい、まず事業の狙いといたしましては、県民の皆様にもっと PR をして、丹精込めて生産された魅力のある商品をより知っていただくということ、そして中央会の青年部組織である滋賀県中小企業青年中央会が中心となり、すでに取り組んでおります同じ買うなら運動との連動連携を図って、私ども中小企業団体中央会全体でですね、販路を拡大することを行っていきたいと、このように思っております。他とも連携しながらの滋賀の名品ショッピングサイトの開設というわけなんですね。はい、多くの県民の皆様に知っていただき、ご愛用いただくために滋賀の名品ショッピングサイトを開設いたしました。食べる、装う、飾るの
3つのカテゴリーで紹介および販売を行っていきます。信楽焼、朝織物などの地場産業、また近江の茶、近江の漬物などの地場産品をはじめ、滋賀県で丹精込めて生産された約170種の商品が揃っております。今後も少しでも多くの滋賀の名品を取り揃えていく予定でございます。多くの商品があればあるほど違う店舗の商品を組み合わせるなどのセットも可能性として膨らんできますよね。はい、いろんなパターンの組み合わせができそうですよね。さて、今回のモデル事業の新たなチャレンジの一つである配送ですが、はい、その配送についての特徴を教えていただけますか。はい、配送に関しましては、低コストで真心込めた地域密着型の配送を行うことです。試験的な段階としてですね、申し込み者、配送先、生産事業者が指定の地域内である場合、今回のモデル事業ではテストケースといたしまして、滋賀県南部地域において効率的な集荷と配送を目指して取り組んでいきます。ラッピングカーでの集荷、配送、特に昼間は女性の方が荷物を受け取ること確率が高いということもありまして、女性ドライバーによるお届けなど、配送に関しましても滋賀ならではのブランド化を目指していきたいと考えています。配送自体をブランド化するというのは非常に新しい取り組みですよね。そうですね、女性ドライバーも含めて商品プラスアルファのまた魅力が加わってきそうな感じがします。このプロジェクトを通して滋賀にどのような効果をもたらしたいと考えていらっしゃいますか。はい、県民の皆様に丹精込めて作られた魅力ある地場産品を知ってもらい、新たな仕掛け、先ほど仕掛けという話がありましたけれども、仕掛けを作っていきたいな。何かというと、ますとですね、滋賀県には先ほどもお話しているようにたくさんいろんないいものがある。そのいいものを寄せ集めて一つのパッケージにしてですね、これを物語にしたい。でその物語を語ってもらえるようなお土産品にしたり、贈答品に使ってもらう。でこういう使い方をすることによってですね、県民の皆様にセールスマンになってもらうというような一つですね、仕掛け作りをやっていきたいと、このように考えております。そういう中でですね、全国への PR を協力をお願い申し上げまして、近江の地場産業及び地下産品の振興発展のきっかけとなりたいというふうに考えております。滋賀の PR をしていくのは企業だけではなくて、私たち県民一人一人もセールスマンだというところなんですね。このプロジェクトのこれからの発展、その可能性、改めて教えてください。はい、私ども中小企業団体中央会の会員組合をはじめ、関係者の皆様と連携を図り、滋賀ブランドをより推進していきたいと、このように考えております。これまで県民の皆様への目に触れる機会の少なかった地場産品の発掘を行うとともにですね、将来的には旅館やホテルなどのサービス、また塗装やクロス張り替えなどの技術もショッピングサイトにて紹介していくということを目指していきたい。将来的にはそういうことも含めてオール滋賀でのブランド化を推進していきたいと考えております。商品のバリエーションが増えていくのとともに夢も膨らみますよね。はい、異業種同士がしっかりと連携をして滋賀ブランドを強化、そして発信していくこと、これが地方創生につながることを期待しています。はい、安田院長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは滋賀創生ゼミナール、今夜はこの辺で。季節の変わり目です。健康管理には十分お気をつけくださいね。それでは今夜はこの辺で、また次回をお楽しみに。